かつて横浜 F マリノス、大分トリニータ、東京ヴェルディでプレーし、通算79試合で3ゴールをマーク。しかし度重なる膝の故障から解雇を受け、シーズン開幕前の2月仕事場を求めてロアッソの練習に参加。実績は十分だったが、膝の故障、そしてともすれば強すぎる個性を敬遠されることも少なくなかった。会ったことない人には、とてつもなく評判悪いですからね。とりあえず噂が噂を、本当でかくなってるし、なんかちょっとした犯罪者扱いっていうか、本当にそんくらい今じゃないけど前は、なんか風貌良くないね。と思ったね。だから言ったよ記事に、なんかお前嫌いなんだねっていうの。何がですかっていうか、もうなんかその立ってる姿がもうっていう、もうその全否定しそうな言い方を言ったような記憶はあるかもわかんないね。じゃあどうしたらいいんですか。頑張ればっていう。どこでもやりたいっていうのは言った。ね、こうもし必要としてくれるなら、それはもちろんね、お願いしますっていう。とりあえずサッカーやりたいですっていうのは、でもその時どうだったのかな。必死こいてたっていう。必死は必死でしたよ。それはその姿勢を見せたってことがまた大事だよね。残りたい、やらしてほしい、もう一回俺は輝くんだっていう、それが見えたってことが一番の収穫だったと思うよね。またチームリーダーの上村も木島の獲得を池谷監督に勧めていた。2人の接点は東京ヴェルディでプレーした2006年の1年間、共に出番に恵まれていなかった。試合見に、ホームゲームとか一緒に見に行ったりはしてて、サッカー感が合うなっていうのはすげえ思いました。話合うな、サッカーに対してっていうのはちょっと嬉しく思いました。サッカー、僕も大好きですし、彼もサッカー大好きなんで、サッカー、純粋にサッカー好きの仲間としてはすごく一緒に最後プレーできたのが良かったですね。そして膝の怪我が癒えた6月セレッソ大阪戦、今シーズン2試合目のスタメンで登場すると、前半22分に同点ゴール、自身4年ぶりのゴールを決めた。そして池谷監督に深々とお辞儀した。口で感謝してますっていうのは多分簡単に言えるだろうけど、やっぱり、監督にこうお返しするっていうのは、やっぱ結果を出すしかないっていうのは思ってたから、それに対して点が取れて、大事な場面じゃないけど、負けてる3-0 から1点取っただけっていうんだったら多分言ってないと思うけど、勝手に言ったっていうか。木島は今シーズン29試合に出場、自身最高の7ゴールをマークし復活を遂げた。その源となったのは驚くほど純粋な気持ちだった。記事なんかもう中心ですよ。この真ん中にいるぐらいにいい選手だと思うよ俺。一生懸命チームのためにやってくれるしね、素晴らしい。でも外から見るとちょっと違うように映ったりはするけど、こんなに素直で、こんな逆に言うとね、こんなサッカー好きなやつなかなかいないよって。だからサッカー小僧なんだよね、好きすぎてっていうか、なんか多分ちっちゃい頃から本当にサッカーのことしか考えてないから、で、高校の時に、あるコーチがサッカー練習以外でサッカーのことを考えられるやつが一流だみたいな感じで言ってたから、考えるようにその時はしてましたけどね。そしたらどんどん考えていく感じはありますけどね。シーズン終